俳優の山田裕貴が一部週刊誌でアイドルグループ、乃木坂46、元メンバー、西野七瀬との熱愛が報じられたことを受けて、二人が所属する芸能事務所はそれぞれ、プライベートのことは本人に任せています、とコメントした。関係者は、交際は間違いないと聞いています、と話している。二人の熱愛は、ニュースポストセブンが、女性セブンの取材として5日午前、報じた。報道によると、2021年7月に放送された NHK コント番組、ライフの共演をきっかけに出会い、同年7月期の日本テレビドラマ、箱詰め戦う、交番女子でも共演。その後、共通の趣味であるオンラインゲームで距離を縮め、現在は、半同棲、状態と、いう、山田は2011年にテレビ朝日系の特撮ドラマ、海賊戦隊ゴーカイジャーの豪快ブルー役でデビュー、ドラマや映画に多数出演し、現在は NHK 大河ドラマ、どうする家康、で最強侍、本田忠勝を演じている。昨年発表された女性誌、ビビ、講談社の名物企画、国宝級イケメンランキングでは殿堂入りを果たした。父はプロ野球中日、広島などで活躍し、コーチも務めた山田和俊氏、西野は、AKB48 の公式ライバルとして誕生した乃木坂46のダブルエースとして時代を牽引、ファッション誌、ノンノの専属モデルとしても活躍し、新規の女性ファンの掘り起こしに成功、男性ファンだけでなく、幅、広いファン層を獲得した。2018年12月にグループを卒業し、女優としての活動を本格化、映画やドラマと多方面で活躍している。